うつともオカリンです。本日のスーパーマリオメーカー2世界のコース遊んでいきましょう。もしも1の1が天国の世界だったら、1個前の1の1シリーズで、悪夢やったらっていうコースをやったと思うんですけど、その方の天国バージョンということで、いきなり雲の上ですね。あ、そう、コインも出て、これは幸せだ。きっとマリオはいい行いをしたんだろう。よいしょ。さあ、このまま進んでいきますよ。クリボもみんなね、羽生えて、みんな死んじゃってるね。みんないい行いしたんかな。みんなもいい行いしたんとね、地獄行っちゃいますから。ん？落ちるよ。ああ地獄行ってしもた。ああ地獄行ってしもた。これ右行けんのかな。右行けそうやな。ちょっと一回落ちてみるか。落ちまーす。はい。あ、大丈夫や。うん。あ、帰ってこれんのな。オッケーオッケー。あ、しっかりこのコインもありの。さて、右行ってみましょう。ここは特に変わりなし。まあ、前の悪夢と同様、一旦右まで行かなあかんのかな。虫にかけないけど天国で死ぬとはどういうことだ。さらに死ぬぞ。ここも何もなしで、はい、これで、ゴールではないと。はい、いつも通りですね。で、右まで行くと、普通にゴールやった。これは紛れもない天国だぜ。もしも1の1の重力がやばかったら。いや、月とかさ、他の惑星行ったらあれ、なんか重力がさ軽くなるけどさ、重力が重くなるのってどこやったっけ。みんなわかる？考えて。正解は地球の奥深くでした。言って重力っていうか、もう全く動けへんねんけど俺な。あ、なんでクリボー大丈夫やの。お前すごいな。どんな訓練積んできたんや今まで。よいしょ、オッケー。このマリオのジャンプ力、この脚力をもってしても俺は身動きを封じられてしまうのだぞ。それをお前そんな黒豆みたいな足でよう耐えるな。てか、で、影響なくなってきた。あ、やばい。ここ怖い。ナイス。オッケー。もうあとはゴールだけか。常にジャンプしやなあかんな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ゴール。もしも1の1が前走中だったら。いやー、タイトル的にはすごく炎上しそうなんですけれども、あの、お許しください、そういうコース名なんですと。なるほど。なんか、あのね、あまり言いたくはないんですけれども、まあ、当時というのは、あの、上からこういう爆弾が降ってきたりね、そういうことがあったわけですよ。なので皆さん、これは冗談として捉えるのではなく、歴史を振り返ろうのコーナーでございます。はい、こんなことがあったんだよって、子供たちにはね、そんなグロテスクなものを見せても理解できひんと思うから、マリオの世界でこうだったんだよっていうのを伝えたいなと思います。ぜひ教育の一環にマリオメーカー2を採用お願いします、政府さん。その暁には僕を教師にしていただけると嬉しいです。ぜひ公務員で雇ってください、お願いします。もしもアンダーテールとスーパーマリオブラザーズの1の1を同時にプレイしたら。いやー、鬼畜と簡単の融合っていう感じですけれどもね。BGM が変わったと、そういうことなんでしょうか。クリア率はかなり低いんですが、あ、今のトゲがあれやな、なんかサンズの攻撃みたいな、そういうことやね。なるほどなるほど。ほんで曲もしっかりと再現していると。ここは3つ目。一応ね、概要欄にそれぞれのモチーフのあれがあったらしいから、あの、一応書いとくわ。てか1の1はない1の1ではないが、気にせず行こう。はあ、はあははあ、はあはあ、あれゴールないねんけど。あれ、俺どっかでパワー見逃した、まあ、とりあえず1個目がサンズっていうのはわかるんよ。残りがちょっとあまり記憶にない。よいしょ、よいしょ。え、パワーどこや。みんなパワーあったら言うて。ここにもないやろ。この BGM 聞いたことあんのよな。もうゴールじゃね？言うて。もうすぐゴールやと思うんやが。よいしょ。パウはないよな。あ、あ、ここフラウィーかな、もしかして。この BGM 一番最後の、ボスの BGM に似てる気がする。これ、叩けへん、こっから。
いや叩けるな。え、こんな強引に叩くの？嘘。これまずこうしてこの真ん中入ってこう叩いてこう戻る。オッケー、こういうことじゃね？こういうことじゃね？合ってんのかな？ようわからんけど。ゴールー。もしも 1-1 にクッパ720がマリオをボコリに来たら、我慢できなくなっちゃったんだって。あの720それぞれの城で待てねえんだってよ。だからもう1-1で俺殺そうと言ってんの、あいつら。ほんと大人げないと思わない？大人じゃねえか。子供へかなあ。あ、レミーだけは、レミーだけは優しいわ。ほら弾出して遊んでくれてんね俺と。もう他のやつら大人げないわほんま。上からあんなしてさ、俺の攻撃できひんどっからさ、あんなちゃちゃ入れてきてほんま。しょうもないやつやで、しょうもない大人やの。よいしょ、お前後で見てろよ。下降りてきた時お前マジボコったるからな。よっしゃ、覚えてろよ。どこでボコれるのか楽しみやの、723よ。こう入られへんな。オッケー、危ない危ない。ちょ、え、720がなんかおるんやけど、なんかおる。やばい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 、場所が悪い場所が悪い。ゴールしてもうた。次アイアンスワン行きましょう。俺はこのアイロンって書いてアイアンって読むのが未だに納得できん。なぜそうなる。いや間に合わん。いやこれあれか、頭でぶつければいいのか。なるほどね、そういうことか。ほんでこれは踏んで、いやむず、めっちゃ新感覚なんやけど。よいしょ、オッケー。ほんでここはなるべく手前奥の方で踏んで、これどうする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 、これこういうことな。オッケー、ナイス。頭が処理できん。恥ずかしいことで。おーっと、なんか出た。じゃあそこで死骸のパタパタ振ってきて、これ踏んで逆行ったな。ん？それはいいんか。ここ踏んでこいつは逆行きます。これ左行きやれします。うー、危ない危ない。わー、はい、乗ります。左やります。これも左やります。でここ上乗ります。こうぐーっと来て、ん？いや違うな、このガリガリ上から行くんじゃなくて下から行くんじゃね、こうやって。あ、絶対そう、あ、絶対そうや。なるほどね、オッケー。これはまず左にやって、これ右にやって、こ、あ、これは分かりやすいかも。オッケーオッケー。え、あれ今の届く？ちょっと高さギリギリな気するんですが。はい、あ、届く届く。あー、しくった。こうしてこう踏んで、こ、あー、なんなのお前。もう目の前に巨大な雪玉が出たら人は立ち止まってしまうよ。マリオでもそれはそうよ、立ち止まってしまう。あ、ゴールやった。近い、面白い。次ジャンプキング、アイテムズアーヨアフレンズ。なんかジャンプキングっていうゲームがちょっと流行ったらしくて、まあ、それのオマージュ的な感じかな。オッケーオッケー。で、アイテムは俺の味方ってか。まあ、とりあえずこれ取って、乗って、これは、投げたらいいかな。あ、なるほど、こう、下のやつ乗れるから、こうして、こうして、で、ジャンプや。なるほどね。変わったことさせるなぁ。こうして、おぉ、お前は乗れへんの？そうなんや。ほんで、こう、一匹取って、あ、でもなんか意外と猶予があるからさ、やりやすくね？ほい。ほらほらほら、なんか連続していかんでいい分すごい楽なんやけど。ほいっと。ほんでこの上に、あれ、そこで、あー、取れへんのか、クソ。で、何気にクリア率が 0.6% っていう、もうちょっとありそうな感じするけどな。ほい、こういうことでしょ。オーケー。さあ次、アイアムジャンプキック。なんだよ、いや大変や、中間がないこれ。乗って、よいしょ、オッケー。ここで中間か、なるほどね。ゼルダ、リンク。あー、ちょっとこっちなんか難しそう。待って待って待って、待って待って、待って待って。それ何？その、紐。お、変わった変わった変わった。あ、なるほどね。そこでそうなるんだ。オッケーオッケー。で、ここでなん、ボム兵かな？ボム兵投げて、あいつをしてきてって感じか。弓矢、落ちてきます。これなります。はい、ボム投げます。ドン、遅い。ボム早めに投げます。
ここギリギリ耐えてこうで、ここ処理して、はい、ズン、ナイス。ほんでアイアムジャンプキング、うーよいよい、よいのかよいのか、よいですね。はい、キヤーうらーズンズン、よし、まだ気は抜けへんぞ、なんかあるぞ。中間か、ナイス中間、よし、オッケー。ここもあ、リンクじゃないのか。ここはまずこう、うわ厄介、あ、厄介これ。いや、俺基本さ、ジャンプするときさ、あのジャンプが B ボタンやん、で火吐くボタンが Y なんやけど、 B も Y も俺同時押しにしてんのよ。だから俺火吐けへん、実質。なんてこったい。ううなんだなんだ、なんかイラモン取った、なんかイラモン取った。なんだこれ、円か円か、あ、そ、あ、あ、そ、そ、そ、お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 、なんやねん、くそ。うーわ、こん中にゴール入ってんじゃん。もうちょっとやったのに。ほ、ほい、ほい。ほんで、ここで取って、ボンして、ほんで、ここでもう、あー、ここで、2回。2回。頼む。ほい、ナイス、来た来た。は、は、なんで、下のお前踏まなあかんのか。よいしょ、いけ、ナイス。おっ、いやー、もうなんだそこで、お前。多分打つの早いな。もうちょっと余裕持って打ってみるか。よいしょ、赤、あ、ナイス。はい、来たんちゃう、これ来たっしょ。はい、あ、届かんかも。まあ、これも来たっしょ。で、助走つけてドン。おっ、なんで、あれ、オッケー、はい、ジャンプ。ほんでここで落ちてこう、ナイス。でここにゴールがあると。いや、最後難かった。今日のコースいいって思ってくれた方はグッドボタン押してくれると嬉しいです。それではまた次回、お疲れ様でした。